こんにちは、ブルホースです。本日もね、人生相談乗りながらバイオハザード RE3 をやっていきましょうか。じゃあ、もう間もなくシーンに入るので、シーンに入ったら1個目の人生相談乗りたいと思います。まあ今回はもうボス2回やって終わりなんで、まあさらっとね、まあゆるーくやっていきましょう。はい、ということで、まず一つ目質問です。将来やりたいこともなく、ただなんとなく生きているだけの毎日です。何か目標を持った方がいいのでしょうか。目標ができれば毎日楽しくなるでしょうか。これあれもぶっちゃけ人によるかなっていうところですよね。目標を持ってる方が、その、なんて言うんだろう、なんかゴールのあるマラソンの方がやりがいを感じるじゃないですか。なんかね、闇雲に走ってる方はきついみたいなね、ニコラやめてと思うんですけど、まあそれはいいとして、まあでもね、目標とか持っちゃったら変に、なんか逆にそれが達成できないときに、なんかショックを受けてしまったりとかもするんで、それを考えると、どっちがモチベーション上がるかっすよね、結局。毎日生きてて楽しいから、目標あってそれに向かう方が、自分やる気出るぜっていうパターンもあれば、そうじゃないパターンもあったりするじゃないですか。なんかダラダラ過ごしてる方が、なんか毎日楽しく過ごせたりとか。俺はそれを記録し、戦闘データとして。だからこれはまあ正直人によるっていうか、まあ別に持たないなら持たないでいいんじゃねって思うんですけどね。まあ、ただ、なんだろうな。僕個人はまあ目標をね、持ってる方がやる気は上がるんで、まず、ね、まあ、YouTube 毎日上げようとか、まあ、これは楽しいからやってるっていうのもありますし、まあ、もう一つは一方で、なんか待ち構えてる。あとは、その、なんだろう。あ、そうそう、僕は将来的に、NBA の30拠点を回る。まあ、その動画を撮っていろんな人に発信していきたいっていう夢を持ってたりするんですけど、まあ、だからそのために YouTube も今いろいろね、やっていて、なんかそのための練習みたいな、まあ、練習っていうかね、いつかその来る時に向けて動画を撮り続けることで、まあ、それがどうやって人に発信したらいいのかとかね、いろいろ新しい試みとかもやってみてるんですよね。実はさりげなく TikTok 始めてみて、ショートムービーから、ね、YouTube の方にお客さんが来てくれたらいいななんて思ったりするんですけど、だから何目指すかがあったら、そのやることが生まれるんであれば、僕だったらその将来 NBA 30拠点もあって、その動画に残したいっていうのを目標に今 YouTube 頑張ってやったりとか、その時にやっぱりアメリカをね、30カ所回るってやったら体力相当いるんで、まあ、僕は一番の大きい目的としては家族を守るためみたいな、そのために筋トレをしているってなんですけど、まあ、2つ目の目的としては、30拠点だから、まあ多分半年くらいかけてなるんじゃないかな、アメリカを回るってなった時の体力がいるんで、そのための筋トレをしているっていうとかね、だからそういう目標があれば、まあそのためにやるべきことっていうのは生まれるんだったら毎日楽しくなるかもしれないですけど、別に向かうものがなくても、なんかその毎日ダラダラ過ごしたりとか、そのなんか寝てたりとか、なんか面白い動画毎日見てるだけでもすごい楽しいっていうふうに思えるのであれば、僕は全然それでいいんじゃないかなと思いますね。ただ今何やってても楽しくないっていうような毎日を過ごされてるんであれば、何か目標をまあ持った方がいいんじゃないかな。ただ目標を見つけるために一生懸命になるっていうことは、もうなんかもう本末転倒になっちゃうんで、なかったらなかったでそれなりに楽しいなって思えるんであれば、僕はもうそれで十分だと思いますから、変に探して逆に苦しむっていうことはやめといた方がいいというか、避けた方がいいかなと思いますよ。はい、ということでね、次の質問に、やり遂げたわ。ワクチンを返して、このガメついクソ野郎。次の質問が、お前は金のなる木だ。俺は金が好きで、以前別の方の動画で、教員はクズが多いという話を聞きました。理由も納得できた一方で、教員と企業に勤める人の差で、社会を知る知らないの差についての例え話がちょっと理解できなかったです。大学生からいきなり教員になることと、企業に勤める人とで、社会に出てからどんな差があるんでしょうか。単純に、今までこれほど素晴らしいものを、社会に出た時に必要なこととそうでないことの区別とか、やっていいこととやっていけないことの差とかっていうのが、まあ多分はっきりとわからないと思うんですよね。だってよくその中学生とか高校生とかの
あの勉強がじゃあ将来何に役立つのみたいなこう話っていうのが結構学生の間で出たりとかしてると思うんですけど、君はどうするんだ、社会人になってある時やってた勉強が役に立ったなって思うことってぶっちゃけないんですよ。あのあれだけで時間かけてやった英語とかっていうのも今の仕事で一個も使ってないですから、英語がなんかそのグローバルでいるみたいなこと言われても結局使ってないんですよ。無駄だったってことですよね。英語をなんかもう何百時間って勉強したと思うんですけど、まあまあそういう仕事に就けばまた別かもしれないけど、別に就かなかったし、うん、まあ、将来もしかしたら旅行に行く時とかって使えるかもしれないですけど、今そんなことしなくても Google 翻訳とかアプリ使えばとかポケトークとか使えば全然ね英語とか勉強しなくても問題ないですから。電力が必要なのっていうことを考えたら、うん、だからそういう何をが勉強いるのいらないのっていう区別をつかずに、あの必要だからっていう謎の理由で何に必要なのかっていうのを多分、ね、聞いてみたら多分答えられないと思うんですよ、ね、多分ねあのやつ教諭は答えられないと思うんですよ。あとね、あの社会でそれやったらダメでしょっていうのが一つが あれなんですよ、遅刻なんですけど、そのね遅刻がね教員とかっていうのはねあの当たり前にしちゃうんですよね。授業が始まる時とかなんかっていうのも、あもう起き上がった、頑張って何度でもくたばらせてやる。あの例えば授業があの始まるチャイムが鳴ってから教員の人たちって5分後とかに来るんですよね。でそれが週に同じ科目で3回とかあったりするともう当たり前ですけど、ね、それが1週間くらい続くだけで、ね、もう1個分の授業がもう終わっちゃってるみたいな感じなんですよね、うん、だからそういう時間が5分遅刻すると社会人だったらまず認められないですよ。普通企業に勤めてたら5分遅刻しただけで、なんか遅刻届出されてで言及させられたりとかっていうのはもう当たり前にあるんで、そういうところが分かってないんですよね。授業を遅刻することがどれだけお客さんに対して失礼なことなのかっていう、だってアポイント遅刻するとかってまずないでしょ普通営業とか。まあまあ僕の周りではね、あのパートナー企業とか普通にそんなことをやって、あこいつら終わってんなと思ったことあるんですけど、だから社会人になってこれが当たり前だったらまずいよねっていうことを理解できていないんで、遅刻するとか、あとはね挨拶しましょうとかってなんかさ風紀の先生とかがさ偉そうに言ったりするじゃん。なんか朝礼の時に最近挨拶がありませんみたいなことを言ったりとかしてるけど、でも風紀のやつだって偉そうに言ってるけど、じゃあ校門に立ってて自分たちが生徒がね、あの先生おはようございますとか言っても返すかっていうと全然ね返事返してこないんですよ。うなずくだけみたいな、お前ら挨拶しろって言うくせに自分たちがやってないじゃんっていうのって思ったりするんで、人に要求するくせにその使い取る心が分かっていないっていうことと、あと自分たちはやってないっていうね、そのギャップと理解ができてないっていうところが教員のクズさ加減っていうのを体現してるんじゃないかなと思ったりしますよね。せいせいした、そこら辺が分かってない教員たちっていうのが、まあ個人的には非常に多いなという気がしますけどね。まあそのね、その方の YouTube でどういう風に教員がクズだって言われてたのかっていうのはちょっと見てないと分からないんですけど、まあ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 そんなところかな、僕は個人はと思いますね。教員がクズですね。僕はいじめられてる時何も言ってこなかったしな。まあ、多分いじめられている方にも原因があるとかっていうようなことを平気で言うようなタイプの人たちだったんだろうと思うんですけど、カルロスがやつを止めてくれれば、いじめるやつらでいじめるやられる人にも原因があるっていうのは明らかに嘘ですから、ね、いじめる側にしか悪い原因はないですから、まだ追いつける、やつを捕らえられる。まあそこら辺がねよく分かってない教員の方々は非常に多いんじゃないかなと思いますね。はい、次ミュービー入るんで、はい、じゃあ行きましょう。
現在20代で彼女がいます。周りの友人たちの間で結婚ラッシュになっていて、自分もそろそろそうした方がいいのかなと思っています。でもいきなり一緒に暮らすとなると、お互いの生活感の違いなどもあると思うので、同棲しようとも考えています。同棲してから結婚した方がいいのか、結婚して一緒に暮らし始める方がいいか、どちらがいいでしょうか。同棲はメリットがあるのでしない方がいいですね。ブレラを潰せとの命に従ったも、僕も今の彼女じゃない、彼女じゃね、妻とは結婚してからまあ一緒に暮らし始めたんですけど、確かに当初はその生活感の違い、寝る時間が違うとか起きる時間が違うとか、まあ、細かいところ、あのドアの開け閉めとか生活とかいろんなことに気になったりとかしたんですけど、まあ今はね、お互い慣れたから最終的にはならないところがあるんですが、同棲しちゃうと、まあ、そういう最初違和感がありつつも、慣れてるとなんていうのかな、刺激がなくなっちゃうんですよね。だからもうなんか長く付き合っていけばいくほど、同棲すればするほど結婚しなくていいんじゃないかなって思っちゃいますし、で他に方法はない、ポンを考え、そう、結婚してからの刺激もなくなっちゃうんで、やっぱり人間ってある程度そのお互いに対して刺激と、まあ、それから何か の, その幸福感を与えてくれる関係であってほしいっていう願望がやっぱり男女問わずあったりするんで、そういう意味でいくと、短期間で離婚する確率が高いのは同棲じゃなくて、結婚した時に一緒に暮らし始める、そうなんです。1年以内の離婚率っていうのはそっちの方が高い。けど5年以上経ってからの離婚率とか獲得率とかっていうのは同棲してる方が高かったりで、まあなんか研究がなんかあるらしくて、同棲してその別れる確率が高くなるっていうデメリットがあるけど、同棲することによるメリットっていうのは何も見つからなかったみたいな。だからマイナスになる可能性はあってもプラスになる確率はゼロみたいなね、研究結果も出たりしてるので、するんだったらさっさと結婚した方がですね、さっさと結婚して、で島田紳助さんなんかも言ってましたけど、夫婦2人でまあ幸せなら別にいいんですけど、夫婦2人で過ごしてるとどうしてもやっぱり退屈してきてしまうこともあるので、そうなるとやっぱりね、お互いいてつまんないってなっちゃって、じゃあ僕が別れるかってなりますから、そうならないように、子供をね、作って一緒に育てて、子育てやっぱ大変ですけど楽しいですからね、もう間もなくうちの子供1歳に帰るかなっていうところなんですけど、やっぱり日々できることがあったりとかすると、大丈夫か、ね、お互いがそれを見て成長を喜び合うっていうこととかはすごい楽しいなと思ったりしますね。そういう意味では結婚して子供を作っていくっていうのはいいと思うんですね。どうせしたらね、やっぱり、まあ、今時は結婚しなくてもその事実婚で子供を作るっていうようなケースも増えてきてはいるんですけど、まあなかなかまだまだ世間の目が厳しいっていうところも考えられるっていう意味なので、そういう意味ではしてしまった方がいいんじゃないかなと思います。で別に20代で結婚し、20代まあ多分後半なんでしょうね、結婚するっていうのは全然早くも遅くもない適齢期だと思いますからね、そういう意味では結婚ぜひしていい報告が聞ける、楽しみに待ってます。さて、続いて、いきましょう。これですね、はい。社会人1年目です。商社に勤めているのですが、覚えるアイテムが多すぎて新製品が出るたびに勉強会もありますが覚えきれません。上司からは扱っているアイテムを必ず提案してこいと言われています。しかしどのアイテムがお客さんにいいかも判断がつかず、何も成果を出せないまま半年以上が過ぎてしまいました。精神的にもしんどいものがあり、このまま続けるのか別の仕事をしたのがいいのか悩んでます。アドバイスいただけないでしょうか。ラクオンシティが灰になった代償、別の仕事した方がいいかなと思いますね。私が必ずアンブレラに払わせてやる。実は物を止めることはできない。全然その与えられた仕事とか物覚えとかが悪すぎ、与えられた仕事ができないとか物覚えが悪すぎて転職したっていう友人がいるんですけど、結果転職のきっかけになったのが ADHD だったみたいなことがあったりするんですね。だから、物を覚えることもできないし集中力も欠いてしまうから、もうちょっとその単純作業をするだとか、なんかいろんな覚えなきゃいけないことがあるような仕事っていうのは避けるみたいなことで仕事を探して、結果フリーランスでカメラマンとかやったりしてるんですけどね、カメラマンで写真しか撮らないって言ったら言い方悪いかもしれないですけど、写真を撮るだけって、構図とかね、
いろいろと考えたりするのは、まあ、結構な労力いるかもしれないですけど、だからもしかしたら自分に向かない仕事をやっているかもしれないという可能性があるので、そこはいろいろと考えてみられたらいかがかなと思いますね。まあ、でも勝者っていうのはいろいろ覚えなきゃいけないことを覚悟で入ってるんだとしたら、明らかにそもそも自分のチョイスミスだっていうことで、そこは次の仕事を選ぶ際に選択肢として何が向いてるのか向いてないのかっていうのははっきりと白くつけた方がいいっすよ。なんだろうな。だって商社ってそもそもなんかその業界のいろんなメーカーが出しているアイテムを扱うってことは、それは勉強会だって多いし、扱うアイテムだって多いしっていうのは分かりきってる話なんですよ。確かに商社ってね、なんか聞こえはいいしかっこよかったりもするんで、働いてたらなんかちょっと鼻高々だったりとか、なんか噂では合コンにモテるみたいなね、こともあったりとかするんで、まあ、ちょっと働いてる、働くにはすごい環境としてもいいと思うんですよ。まあ、売れば売るほどね、インセンティブが入ったりとかするっていうのは聞きますから、まあ、商社によると思いますけど。うん。ただ、それが結局できてないっていうことは、まあ、そもそも、自分がね、まあ、もしかしたらそういうことを、まあ、知らないで入ってみたら、実は、あんまりその自分が物覚え良くなかったっていうことに気づいたパターンなのかもしれないですけどね、うん、だからまあ精神的にしんどいっていうものがある以上は、しかも成果も出てないんだったら、自分が次にまあこういっぱい覚える仕事は無理だったと思うので、じゃあそうじゃない仕事でも営業職はなんとなく向いてるとか、人とコミュニケーション取るのが好きだっていうことであれば、別のね、営業の仕事をやられてみたりとか、コミュニケーション取るのが好きっていうことであれば、例えば、その塾の講師、まあ、塾の講師とかもしんどいから、覚えるのいっぱいあるしね、みたいな風になってみられたらいいかなと思いますね。まあ、結論言うと、さっさと転職した方がいいと思いますね。はい。では、続いていきましょう。はじめまして、今年の春に昇進し部下数名を抱えるマネージャーになりました。一人厄介な部下がいて、仕事の納期を守らない、指示通りに仕事しないなど問題行動が多いです。そのことを指摘しても改善されず、どうしたらいいか悩んでいます。何かいい方法はあるでしょうか。これはシンプルに あなたの指示が悪いと思いますよ。中にはその指示したことを自分なりにきちっと解釈をして、で仕事をしてくれるっていう優秀な部下がいるだけなんですよね。ところが中にはいくら言ったところであなたの指示通りに動いてくれない出来の悪い頭の悪い部下っていうのもいると思うんですよ。でその頭の悪い部下、出来の悪い部下がいたとしても、それを指示通りに仕事をさせたりとか、ある一定の成果を上げさせなきゃいけないっていうのがマネージャーの仕事なんですよね。っていうことを考えると、その部下が、指示通りに行動しないとか、仕事の納期を守らないっていうことであれば、彼女らを動かすだけのマネジメントができてない、あなたのマネジメント力に問題があると捉えた方が、まあ、自身のね、成長にもなるし、仮に、まあ、その部下がいなくなったとか、まあ、次どっか行ったとか、なった時に、また同じような部下が出てきた時に、その成長させられるチャンスだったりとか、もしくはその今いる部下の人たちが、育っていって、まあ、何かしらまた、あなたと同じようなマネージャー職になった時に、その経験が活かせたりとかってなるので、そういう意味では、あなたのマネジメント力を磨くチャンスだと思っていたりとか、普段どんな風に仕事の指示を与えてるかなんですけど、口頭で与えてるんだとすれば、あえてルールにしているとか、紙に書いて渡すとかっていう風にちょっとシフトしてみた方がいいと思います。めんどくさいんですよね、紙とか文字に起こすとかっていうのは。なんですけど、意外と紙に起こしてみるとか、メール文に文字起こししてみるとかっていう、指示の出し方に変更してみると、意外と自分の指示の出し方が中途半端だったなとか、抽象的で分かりづらかったなっていうことに気づけると思うんですよね。で、この自分が喋ってた言葉と文字に起こした紙に書いてみたっていうギャップに、その部下ができない理由っていうのが潜んでいる可能性っていうのが考えられるんで、そういう意味では手間かかるんですけど、あえて誰が見ても分かるっていうような紙に書くとかメールに書くってい うようなやり方っていうのをしてみられたらいいかなと思いますね。
まあやまあ、それでもやらない人はやらなかったりするんで、あとはあのもうさらに上の人に相談をするか、もう手に負えませんっていうギブアップのサインを出すかくらいでいいやろなって思うんですね。食らったらどうするかな。まあでも一回やり方を教えるっていうのがやり方になるかもしれない。あのなんて言うんだろう、任せるんじゃなくて、任せらんないんだもん、任せらんないんで、もう自分があの隣でやってる姿をバンと見せちゃうみたいなこととかまで一旦丁寧にやったりするかもしれないですね。めんどくさいのが、めんどくさいって言っちゃうんですけど、そんなできない人がね、もういるっていうのも事実なんで、そこがマネージャーの辛いところではあるんですけど、まあ、そうなってる人は仕方ないですから、だから、やらなきゃいけないのは、一番できない人に基準を合わせて仕事を組んであげる、プロジェクトを組んであげるっていうことをやらなきゃいけない。それがまあ、めんどくさくてしんどいですけど、それができるようになれば、逆に言うと、できる人からすると、ものすごく丁寧に仕事をしてくれる上司だなっていうふうに思ってもらえるんで、あなたの人気とか人望とかっていうのが高まるチャンスにもなっていくんで、そういう意味では、そのできない部下のおかげで、俺は周りから信じ上げるチャンスができたんだっていうふうに、まあちょっと前向きに捉えて、ね、仕事を取り組んでもらえたらいいかなと思います。うん、さて、まあもう間もなくエンディングテーマも終わるかな。ディレクターまで出てきたんでね。はい。まあ、そのところですかね。じゃあ、一旦、ここまでにしまして、次回は、バイオハザード4を始めていこうと思います。多分明日は、あれが流れてます。YouTube じゃなくて、YouTuber 流してる。そりゃそうだ。じゃなくて、YouTube、違う、ユニバの動画上げてると思います。僕がですね、まぁ、ちょっと12月に家族と一緒にユニバに行ってきたんで、まぁ、去年のね、年末もユニバの動画を上げたんですが、まぁ、それのね、また、次のバージョンみたいな、まぁ、2021年バージョンみたいなね、なんか、ね、めちゃくちゃ混んだ日だったんですけど、あ、ランク B だって、まぁ、それはどうでもいいんですけど。まあ、そんなところでね、やっていきたいと思いますんで、はい。次回は、バイオハザード4でまた人生相談乗っていこうと思いますが、その前にぜひですね、ユニバの動画もまたお楽しみいただけたらと思います。どんどんね、エンターテインメント系のね、感じで、動画毎日上げていきたいと思いますんで、最後までまたご視聴いただけたら嬉しいです。ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。